今日はビューティールームでですね、泡立ての仕方をこれからやりたいと思いますんで、じっくり見て、この泡立てっていうのはすごく大切ですので、ぜひ、学んでください。よろしくお願いします。一番最初にこれですね、洗顔です。洗顔をですね、やるときにですね、最初にですね、ちょこっとこう水をつけます。お湯の方がいいですね。で、500円玉みたい、500円玉ぐらいをこう乗っけます。そしてあとこすります。ずっといいですか。あとこするとですね、こう乳液状になります。で、乳液状になりましたら、ここで今度お湯をつけますね。で、お湯をつけて今度柔らかくこうアップですね。柔らかく優しくこうやってクリーミーな泡にがだん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 変身していきますから、クリーミーな泡にこうやって、どうですか、クリーミーな泡ですね。こうやってこの泡をですね、いいですか、お顔にこうやって優しく擦っちゃダメですよ。これ泡が足りなかったらこうやってまたこうやってやりますと、また泡が出てきますから、優しく強く擦らないね、優しく。これで洗顔終わりなんですね。これであとはいいですか、すすげばいいんですね。はい、じゃあこれすいでください、これもいいですか、押さえて拭く。今ちゃんと押さえて拭いてますね。こすらずにね、押さえる、押さえる。で、これでどうですか、先ほどよりもなんか輝きがしましたよね。ね、そういう形でですね、ぜひ使って、あとトーナーですね、トーナー、そして美容液、これがまあ高シワ効果があるっていうね、認定された美容液ですね。この美容液、そして乳液、そして日によってはその日焼け止めと、そして皆さん一緒に輝いてください。ありがとうございました。